ロンドンバーカーズの面々。左から右にジョン・ビショップ、トーマス・ウィリアムス、ジェームス・メイ・ロンドン・バーカーズは、イギリス・ロンドンの人体党グループであり、バークとヘア連続殺人事件の類似例とも、みなされている。1831年、彼らは、ロンドンの小ッチのベスナルグリーンの北の外れ、セントレナーズ協会付近で、被害者たちを殺害し、解剖学者に売っていたことで知られている。 ノバスコシアガーデンは、小ディッチのセントルナーズ教会の北西にあるレンガが敷かれた地域だった。しかしレンガはボロボロで、人海で溢れていた。小屋が建てられたが、地面より低かったため水に浸かりやすかった。19世紀の初めには、イギリス医学校での解剖の教育と研究に用いる合法的な死体の需要は、明らかに供給を上回っていた。18世紀には、 年間数百名が往々にして微罪で軽視していたが19世紀になると軽視者は55人程度まで減っていた。しかし死体の必要数は500体を超えていた医学が進歩するにつれて死体の需要は急上昇し手段を問わない犯罪者集団が絡むようになった。墓嵐と死体盗掘人は大衆から恐れられ嫌われた。 埋葬された者の親類や彼らに雇われた者が、しばらくの間新しい墓を守った。コベントガーデンの乳人、トーマス・ウィリアムス、ミカエル・シールズ、ジョン・ビショップは、元肉屋のジェームス・メイと共に、新しい墓から死体を盗んで解剖学者に売っていた、ことで知られていた。その後の事業によると、ウィリアムスとビショップは12年に、渡り500から1000体を盗み、売り払っていた。死体は、 セイバーソロミュー病院、セイトーマス病院、キングスカレッジロンドンの外科を含む解剖学者に売られていた。スミスフィールドの酒場、フォーチュン・オブ・オーは彼らの溜まり場であった。1830年7月、ジョン・ビショップとトーマス・ウィリアムスは、セイラとルービーからノバスコシア・ガーデン3号を借りた。1831年11月5日、 ビショップと名はやけに新しい14歳の少年の死体をストランドにあるキングス大学の解剖学校に届けた。彼らはそれをガイズ病院に売ろうとしたが断られた。彼らは死体の対価として12ギニーを要求したが9ギニーしかもらえなかった。解剖学者リチャード・パートリッジが精査したところ死体には埋葬された形跡がないようだった。解剖学教授の名誉は コベントガーデンの警察に通報した。死体と屈人は逮捕され、治安判事により拘留された。11月8日、検視官の陪審が行われ、指名不詳の一人もしくは、複数の被害者を故意に殺した事件の投申がなされたが、その中で囚人のビショップ、ウィリアムス、メーラがこれに深く関与していることを確信する旨が述べられていた。11月9日、 ロンドン警視庁の F 文書の警視、ジョセフ・サドラー・トーマスが、ノバスコシア・ガーデンの小屋を捜索し、井戸の中と戸外で衣服を発見したが、これは、複数の殺人を伺わせた。囚人は、オールドベイレーで、ティンダル裁判長、ジャスティス・リトルデール、バロン・バウガンと12月2日3日に裁判を受けた。ビショップ33歳、ウィリアムス26歳と名30歳は、有罪となった。 その後群衆に聞こえるように窓が開けられ死刑の判決がされた。警察の特別の計らいにより、ノバスコシアガーデンがゴシリングで公開され、ヤジウマが土産に壊した破片を持ち去った。警察は被害者の少年をピードモントのイタリア人、カルラフェラーリとしたが、ビショップとウィリアムスの後半の中でスミスフィールドへ向かうリンカーンシャーの牛飼いだったとした。 ビショップとウィリアムスは12月4日刑務所へ行き、その後同室となり、通常の取り調べが行われた。ジョン・ビショップによると、リンカーンシャーの少年は11月3日、スミスフィールドのたまり場、ベールから、ノバスコシアガーデンに泊めてやると言われて連れ出された。到着すると、彼はラムシュとアヘンチン機で潰された。ビショップとウィリアムスは、ーデッチ教会近くのフェザーズへ飲みに行き、 少年が気を失った頃に戻り、足に紐をかけ頭から井戸に投げ込んだ。しばらくもがいた後少年は死んだ。彼らはまた飲みに出かけ、戻ると少年の衣服を脱がせて袋に詰めた。彼らはまた10月9日に小日チで寝ていた不老者、フランシス・ピグバーンと彼女の子供を殺したと自白した。彼らは被害者を空き家の2号に呼び込んだ。手口は同じだったが、 この時には彼らはオールドストリートのロンドンアプレンティスで時間を潰した。彼らは死体をセイトーマスの下界サウスのところへ運んでいったが受け入れの手続きが遅かったため今度はグレンジャーのところへ持ち込んで8ギニーで売った。カニングハムという名の少年は10月21日にスミスフィールドの豚市場で寝ていて同様の手口で被害に遭った。彼はぬるいビールと 砂糖、ラムシュとアヘンチンキを盛られ、井戸で殺された。その後衣服を剥がれ袋詰めにされ、セイバーソロミュー病院のスミスに八二二で売られた。自白は、配達と殺人に関わった他の仲間にも及んだ。ビショップとイリアムスは、数千人の野獣間の前で、ニューゲートで12月5日に、公主刑となった。名は、殺人そのものは知らなかったとの言い分が認められ、当局により、 刑の執行を猶予された。どうや、死体は処分され、ビショップは、キングス大学ウィリアムスは、ヘイマーケットのウィンドミルストリートにある解剖学校で解剖された。同年、エドワード・クックが、紐と綿を売って生活していた、ホワイト・チャペルのキャサリン・ワルシュを殺害し、共犯者、エリザベス・ロスが死体を、下界へ売り飛ばした。二人とも殺人罪で、公主刑となった。 これらの殺人とウエストポート殺人事件により合法的な死体の医学校へ供給を規定した1832年解剖に関する法律が可決された。1840年までにはノバスコシアガーデンは荒れ果て名だたるスラムとなった。そのため事前事業家アンジェラ・ブルデット・クーツスが買い取り、その後1869年にはコロンビア市場ができた。ありがとうございます。